群馬の森は群馬県高崎市にある県立の都市公園である。公園の土地の一部は国有地である。公園内には群馬県立近代美術館や群馬県立歴史博物館などの施設がある。群馬の森は明治100年記念事業の一環として住民が緑を通じて人間性の確保と都市公園の整備促進を図る目的から計画された公園で、 1968年に整備をはじめ1974年に開園した。大規模に樹木を導入した地域の気候フード文化を生かした都市公園である。自然豊かな公園で多くの主な樹木が植えられている。主なものとしては、白菓子やくぬぎ、鬼ぐるみ、えのき、こならがあり、四季折お々おの姿が楽しめる。公園内には約4ヘクタールある。 芝生広場や遊びの広場、湾泊の丘、カタライの丘などの設備があるほか、ウォーキングコースやサイクリングロードなどの運動設備がある。また、群馬県立近代美術館や群馬県立歴史博物館といった文化施設もあり、本来の都市公園機能を担うほか、歴史や文化を楽しむ文化施設機能も担っている。現在の群馬の森がある一帯は、カラス川と井の川に沿って、 周運の瓶が良く、水車の動力も得やすいという理由から、東京方兵交渉岩花火薬製造所と称した、黒色火薬の製造所が1882年11月より、設置されていた。その後、1923年4月に、陸軍造兵省加工渉岩花火薬製造所へ、1940年4月に、東京第二陸軍造兵省岩花製造所へと、 それぞれ解消し、1945年の終戦を迎えるまで、黒色火薬やダイナマイト、軍用火薬、民間用の産業火薬の生産、供給を行っていた。そのような歴史的背景もあり、公園内には爆風よけの土塁や当時の建物、壁が残されている。群馬県立近代美術館、群馬県立歴史博物館、群馬県立近代美術館詳細は、 群馬県立近代美術館を参照群馬県立近代美術館は1974年10月に開館した県立美術館である。群馬の森の付属施設として群馬県立歴史博物館と共に整備された。美術館名の通り国内外の近現代美術の収集、展示を行うと共に群馬県唯一の県立美術館として群馬県出身の画家の美術品の収集。 展示にも力を入れている。群馬県立歴史博物館詳細は、群馬県立歴史博物館を参照群馬。県立歴史博物館は、1979年に開館した県立の歴史博物館である。原始から現代までの群馬県の様子などの展示活動のほか、調査、研究や教育普及に努めている。展示活動は、 常設展の他年数回の企画展を催している。各種記念碑、群馬の森一帯には、かつて陸軍の岩花火薬製造所があった。そのような歴史的背景から製造所の従業員、遺族ら関係者の有志が設置した、ダイナマイト碑などの様々な記念碑が設置されている。路線バスタクシー高速道路、編集ありがとうございます。